はい、よーどうも、かけまるです。はい、皆さん、ここ数日間お休みをいただいてご心配をおかけしました。勉強期間中も皆さんに不安とかご心配をおかけして本当にすいませんでした。で、かけまるを応援してくれている方はぜひ僕たちの話を最後まで聞いてほしいです。本当に別居期間中も動画が上がるたびに皆さんからの温かいコメントとか DM とかを見て僕たちもね本当に元気をもらいました。はい、この別居期間中に、本当にいろんな意見やコメントがありまして、中にも厳しいコメントだったり、励ましのコメントだったりありまして、その中で僕たちも広い視野を持って2人とも向き合うことができました。本当に皆さんには感謝をしています。ありがとうございます。ありがとうございます。この別居期間中に週3日ぐらいの頻度で会ってて、撮影とか含めて、で今まで同棲してたんで、こんなに会わないのが初めてで、初めての体験をしていまして、いろいろ感じるものありましたね。なんか今まで気づけなかったありがたみだったり、お互いのことをもっと知ることができたので、期間になりました。本当に別居生活を通して貴重な体験ができましたね。で、この別居期間中だったりお休みをいただいていた期間に改めて真剣に2人で話し合いをしました。結論から言いますと、かけまるカップルはお別れをすることになりました。はい、同棲の再会を期待してくれてたファンの皆さん、本当に申し訳ございません。あとはかけまるのカップルとしてね、もう長い間応援してくれていたファンの皆さんも本当にすいませんでした。2人で真剣に話し合ってこの決断をしました。ちょっとこの後経緯だったりみんなに、ね、ちゃんと伝えなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、ちょっと堅苦しい感じが苦手なので、なんかねちょっとこんな見てても疲れるしね、皆さん、なんかいつも通りじゃないけど、もうちょっとラフな感じでお話しさせていただけると、ね、はい、思います。別居して少しでも心の距離を空けれると思っていた考えだったんですけど、結局撮影編集とかで会う機会があったりして、そこでの会った時の安心感とかそういうのがありまして、悪い言い方をすれば甘えっていう部分を拭えなかったですね。なんで物理的な距離だけじゃなくて心の距離も一度ゼロにした方がいいんじゃないか。この距離ゼロにしたら近くなる。そっか。難しいな、日本語。言いたいことは物理的な距離だけじゃなくて心の距離も一回離さないと解決しないのかなって思いました。なんか本当に二人とも仲が悪くなったとかじゃなくて、またその他の人を好きになったりとか、そういう人間関係で別れたとかではないです。そこは皆さんご安心をしてください。そういう嫌な別れ方ではないです。なんかお互い本当に人としては好きだし、好きですね、好きだし、なんか本当に喧嘩なんて言えばいいの、自分の言葉で頑張りなさい。なんかお互いその別居してもなんか会った時の感じが全く変わらない。そうですね。からなんかこれこのまま別居してて何か変わるのかなって思った。でも全く意味がなかったわけじゃなくて、普通にありがたみとかお互いの存在の大切さとかは、その昔さ喧嘩した時よりはなんか考え方が変わってさ、関係も良くなったと思うんですけど、なんかまだ引っかかる部分があって、一回
昔のゼロの関係に戻そうって決めましたね。はい、まあ、本当に仲が良すぎて、そのパートナーとしての仲の良さなのか親友としての仲の良さみたいなのがちょっと分からなくなっちゃった。で、まあ、別居してもその気持ちは変わらずお互いにあって、でも全く別居が意味なかったってわけじゃなくて、そういうことにまた気づけたっていう。そう、なんか別居してもわからないんだ、じゃあこうしなきゃダメだってなった。すいません、今カメラのバッテリーが切れたので画角がちょっと変わってるかもしれませんがご了承ください。ファンの方から結婚すればいいじゃんとかいうコメントが、ね、別居報告した時に結構あったんですけど、当然私たちも別居の考えに至るまでに結婚についても結構話し合ってた。はい、でなんでじゃあ結婚の道を選ばなかったかっていうと、そのお互いに一つの夢に向かって頑張ってた。YouTube を通して一つの夢に向かってましたね。それがすごい楽しいかったから、お互い一番、うん、まあ生きる生きがいですね。僕たちの生きがいが、うん、YouTube を通して視聴者さんを笑顔にするとか、視聴者さんと一緒にその夢に向かって頑張っていくっていうのが僕たちの生きる源でしたね、うん、でその私たちがお互い大事にしてる YouTube の活動が楽しくないって思っちゃうことがあって、それによってここの関係性も悪くなっていくみたいなことがありまして、まあなんか YouTube の編集とかで喧嘩したり、そうそういうのがあって関係が悪くなって、まあ、結果別居しちゃったっていうのが今の現状で、でその YouTube 活動をやめて結婚すればいいじゃんっていう考えもあったんだよね、ちらの中に1回。でそれについても考えたんですけど、そのやっぱり今まで私たちが大事にしてた、まあ、ファンのみんなだったりかけまるの活動を今ここで中途半端で辞めて結婚しましたってなっても、ここの関係がうまくいくとも思えなかった。まあ、心一生の心残りでもあるしね。そう、それで楽しく頑張ってきたものが、でもお互い共通して YouTube を辞めるってことはしたくないっていう決断になりました。だから結論、現状、今の僕たちの現状では結婚ができない。で、この別れるっていう決断が結構極端じゃないですか。で、まあどうしてそういう決断になったかっていうのが、じゃあこのまま続けても別に良かったんですけど、結局ここの関係性が壊れちゃったとしたらどっちも失うことになっちゃう。それが私たちは一番怖いって思って、一回ね、関係性をゼロにして YouTube も頑張っていこうっていう決断に至りました。はい、まあ別れたとしても人としてはお互いめちゃめちゃ好きだし、またって1年後2年後いつかわからないですけど、よりを戻してる可能性だってありますし、またしては別の方と新しい恋をしてるかもしれないし、それはわからないですけど、かけまる自体はなくなることはないので、このような決断をしました。なんか本当に私たちの中でもうめちゃめちゃ話し合って、まあ、深谷さんもコミとかね、いろいろすっごい話し合ってて、本当に危ないなって思ったよね。マジで、どっちもなくなる可能性があって、 YouTube もここの関係もってなって、結局うちらも大事にしてるもの共通でさ、かけまるっていうのがあるじゃん。そこをベースに考えたらまた戻ってくる場所もあるわけだし、よりを戻すこともあるわけだし、なんて言うんだろう、まあ、友達としてって言うの、今は友達になっちゃったんですけどね、友達としてももうすごい仲良くできてるから。友達じゃないよ、親友な。え、ちなみに親友の感じ、親しいじゃない、神、当たり前じゃないですか、神。違う、神友ね、神友、俺らそんぐらい仲いいってこと。私も失う可能性があってのこの決断だったので、私たちの中では後悔してないというか、本当に話し合ったからね、うん、
苦渋の決断でした本当に。なんで皆さんもこの動画を見てショックな人もいるだろうし驚いてる方もいると思うんですけど、一度僕たちの決断を受け止めてほしいです。で応援してくれたらハッピーです。結構ねカップルとして応援してくれてたっていう人たちがたくさんいると思うんですけど、一回ねゼロにします。はい、またかけ丸の歴史に一つできたということで1ページが刻まれて今後どうなっていくんでしょうか。マジでわかんないね。まあ人生楽しんでいきましょうよね。ここまでね仲いいく入れるからね。まあと、まあ、大体のカップル YouTuber は別れてそのままもう YouTube やんないケースが多いですけど、うちらもなんかねやめたくないですって。そう楽しいしね、まず一緒にやってて本当に決してコメントで多分来ると思うんですけど、ビジネスの関係とか金目当てでこういう会話してんだろうとかそういうのでは本当にないです。マジでビジネスカップルとしてやるのも嫌だし、視聴者の方に嘘をつき続けてそういうのも嫌じゃん。だからちゃんと一回きっぱり皆さんに報告して今は友達としてその YouTube やっていくよっていう感じですね。パラダさん相方、あとはね俺が心配してるのは結構こういう動画だとさ、まあ、応援してくれる人もいれば厳しいコメントをしてくる方もいるじゃないですか。ただ許せないのが憶測でのコメントが本当に嫌なんですよ。この前のさ勉強の動画出した時も奈々ちゃんに対するさ憶測の DM めちゃくちゃ来たんでしょ。奈々ちゃんが冷めてるでしょうか、もう別れてるだろ、まあ、うちがねそういうツンデレ、はあ、ツンデレだから初めて見に来た人とかはそう思うのがしょうがないから、まあそれはまあ、ね、まあ、今回も僕の予想ではなあちゃんが振っただろうとか、まあ、絶対どっちがとかじゃなくてどっちにも来ると思う。いやでも絶対なあちゃんの方が多いね確かにね。この女冷めてるやん、もう冷めて他の男好きになったんだろうとか絶対なあちゃんが振ったんだろうとか絶対来ると思うんですよ。本当にそういうのではなくてお互いちゃんと話し合った上でお互いが決めたことなので、そういう憶測なコメントをして奈々ちゃんを傷つけるようなことはやめてほしいです。で僕から、ね、僕は大丈夫です。どんどん行こうみんなこっちで結構俺もね、まあ、アンチコメント見るとしょぼってするよ人だから、まあ、奈々ちゃんよりはメンタル強いですけど、だから本当に今回の動画とかも温かい応援コメントで皆さん埋め尽くしてほしいですね。まあもちろんね寂しいとか悲しいっていうコメントも多いと思うけど、それはそれでね素直に応援してくれてた方からの意見だから。あ、ちょっと一個言いたいことあった。そのさっきの俺らの話的にさ、じゃ結婚したら YouTube 辞めるんですかっていう多分コメントも多分来ると思うんで、それは違いますね。難しいんですけど今の状態でそれができない、どっちも取るっていうか、仮にじゃあ3年後寄り戻して結婚するとして、でも YouTube はやっていくと思います。ただ今ねどっちも取れないっていう現状で、多分僕たちも100万人っていう夢があるじゃないですか。その結婚して子供とか育てて中途半端に YouTube になっちゃったりっていうのがあって、なので結婚したから YouTube やめるっていうわけではないです。まあなんか自分で言うのもなんだけどまだ若いんですよ私たちすぐにそんな今すぐじゃあ結婚しろよとか結婚って何とかもなっちゃうね。今はもう本当にただ単に一緒にいるのが楽しいし YouTube も楽しいし仲が悪いわけでもないから、今すぐ結婚じゃなくてもいいって思うからこうなってる。噂によるとですね、かけ丸のマネージャーの深谷さんも今僕たちと同じような経験をしているらしいんですよ。別れてあれでしょ、絶叫だ、深谷さん実はずっと俺泊まってたじゃん、その時にいろいろ夜恋愛話とかしてたんだけど、深谷さんもその女性の方と一回別れをして一回離れてでまた付き合っていますそんななんか伝説の話もあるらしいですよ、深谷さんが。うち
のその知り合いの人とかも6回ぐらい別れを繰り返して結局結婚してる人もいるって、まあ、いろんな人に相談してもなんか何が正解か分かんないよねみたいな感じ。大人は今後もね、僕たちのこのリアルを YouTube を通して発信していくので、何回も言いますけど、皆さんかけまるの応援をよろしくお願いします。またオフ会とかね、やってね、皆さんに会いたいですね。そこで感謝の気持ちを伝えたいですね。みんながいたから、俺とナナちゃんのこの仲の良さっていうのも深まったと思うし、本当に言葉では伝わらないかもしれないですけど、感謝しています。ありがとうございます。まあ、僕たちもいろいろな方たちと会う機会もあったりして、コラボ動画も撮らせていただいて、そういう方たちには、まあ、そういう方たちも今後も僕たち倒れるそういう方たちも今後もぜひかけまると仲良くしてください。よろしくお願いします。全然気まずくなったりとか一切ないので、じゃあ本当にご飯とかも行きたいですね。行きたいです。今一番誰に会いたい？翔平くん。おい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 変わらず翔平くん。大谷さんね。はい、ということで以上僕たちのご報告動画ですね。はい、なんか今振り返るとちゃんと喋れてたかなとかさ。いや多分ね、全然うまく喋れてないと思う。俺らなんか全員を納得させるっていうか、そういうのは無理だと思うけど、まあこの動画だけじゃなくてさ、今後もね話していったりするから、今後はですね、まあいつも通りのかけまるワールドの前回の企画だったり動画とか、あとはあれですよ、ナナちゃんの新居決まったんで、くっそー入れたくねー。ナナちゃんの新居ルームツアーとかも多分今後どんどん上がっていくと思うので、マジで皆さんパワーアップしたかけまるの動画楽しみにしてください。はい、で多分この動画だけだと伝えきれてないことたくさんあるので、視聴者の方もめっちゃ聞きたいことがあると思うんですよ。なんで今後質問コーナーとかでも YouTube の動画でやっていきたいと思うので、近日中に、はい、その質問コーナー僕たちのインスタグラムで募集します、はい、質問を。ということはですね、皆さん2人のインスタもねぜひフォローしてください。動画で言わないみんなびっくりしちゃうじゃんそんなに。だから本当に皆さんね、おお一番やってる一番やってる。だから聞きたいこととかあれば、 DM だと返しきれないことが多いので、そうね、質問コーナー結構来ると思うんだよこの動画で DM が。質問コーナーとかね、はい、バンバンよろしくお願いします。ちゃんとみんなの疑問に答えていきましょう。でこの動画見て分からったからってなおちゃんに DM するやつは許しません。ダメだよ、もう恋をこうシャットダウンされてるんだけど。ダメだよ新しい恋を、その動画を DM しちゃダメです、絶対やめてくださいね。僕は待ってます。ツッコミや、おいガチみたいに丸まりしたてあげてるから、ガチみたいになるやん今の。ツッコめよって冗談ですよ。ということでかけまる今後も頑張っていくので、ぜひこの動画高評価コメントチャンネル登録、TikTok に無断転載とかぜひぜひよろしくお願いします。まあじゃあ最後に一人ずつ一言言って終わりますか。はい、まあ、僕から言いますと、まずはその多分カップルとして応援してくれてた方がたくさんいると思うんですけど、その方には本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。ただ本当に長い間時間かけて話し合った結果なので、僕たちのことを嫌いにならないで、ちょっとねこれさどんな未来なんだろうなみたいな感覚でいいので、引き続き応援してくれたら嬉しいです。本当に別居動画を出してから、まあなんていうの、心配の DM だったりそういうのがたくさん来て、もう本当に心強かったです、うん、でもやっぱりその中でも別れないでっていう DM も多かったから、そういう子たちの期待を裏切るようなことをしちゃったのは本当に申し訳ありません。ま
でもその中でもね、どんなかけまるになっても応援しますって言ってくれてた子もいるから、もう本当にまあ大好きです本当に伝わったかな、はい、とりあえず大好きなんです、みんなが。なんか閉まった、うちのコメント閉まってないだよね閉まった大好きなの、とりあえずみんなが。とりあえず僕たちは、うちの視聴者さんの皆さんが大好きなので、取られたしから自分がいいこと言ったみたいになってる本当にいつも応援ありがとうございます、ありがとうございますということで皆さん、次回の動画でまた会いましょう、バイビー。いやー、何喋ったか全然覚えてないわ。本当に大丈夫かな。たくさん、キクに別居って呼ばれてたじゃない、これ出したらなんて呼ばれたの、破局試合中に真木くん破局って